ました。出ました。あら、ちょっとこれの趣味が何だかこれ。リアルリアルされると思うんですけども、小学4年生の頃の国母さんの成績表でございまして。いいですね。じゃあ国母になって、このこれがですね、先生からのコメントなんですよ。赤線引いてありますけど、負けず嫌いの性格は良い、いいんですが、体育の時間に友達に対して厳しい言い方をするんですよ。よく注意しました。要するに浜田さん、自分にも厳しいけど、はい、周りにもめちゃくちゃ厳しい。いやもう小学校の時からだったんですね。そうなんだ。ね、一応一緒に食事とか行って、女性たちにもね説教する時も見てるんですけども、だってその上なんか少し落ち着きが足りないようです。落ち着きが足りないようだから書いてありますけども、それに加えてもらってますから、本当に自分にも厳しい、他人にも厳しいというところが感じますね。はい、さあということで石田君、最初笑いあり涙ありって言い方してましたけど、笑いありって言ってましたけど、今のところ感動もあるんですけど、笑いはどうだったんですか。いや、もちろんですね、和歌山を歩けばこの方だったのもう、ね、徳野さんがおそらく一番出てほしくなかった方かもしれませんけれども、青林高校野球部の同級生でもあり当時のキャプテンでもあります伊藤さん、この伊藤さんが国母さんが起こしたある事件を暴露してくれます。事件好きって言うて気抜いて遊びやけども、怪我だけせんとこらと、怪我したらもうトレーニングできないようになるから、もう絶対それだけはやめとこらってみんなの前で言うわけですね。気入ってんなと思って、おうおうって言うてたんです。午前中終わりましてね、で昼食事をとります。でそこからその時に先生がお知らせで、このお昼の間、休憩の間はもう絶対に杉やったらダメですよ、自分で練習したらダメですよ、勝手なことしたらダメ、はい、っていうお話もコンコンとこう説明されて、もちろん僕らも聞いて、はい、まあ食事してたんですね、はい、で食事こうしながら、まあ食べ終わってふっとこう見たらですね、この方からこうシャーッと一人こうシャーッとこう滑ってるやつおるんです。またこんな先生に言われてることをまたこんなすぐやついてんねよほんまにと思って、でよう見てたら、国母やないかと。あれだけ先生がダメですよと言うてるのにっていうのがね、やっぱり本人にしてみたら、本人は運動神経そんなにいい方じゃないんです。本人にしてみたら思うように滑れなんだと思うんですね。そこでもうこの練習の虫のこの出てきたんでしょうね。もう先生の言うことはもう無視ですわ。一人でこうやって滑ってるのを見てね、こういうとこがスキーにも出てくるんやなと、それはちょっと笑いましたね。テレビゲームやっててもね、野球の試合するでしょ、ほんだらもう一人僕と当時の副キャプテン2人いてまして、ゴーゴー君と山下っていう2人で、この2人っていうのが よくこう対戦するんですけど、まあやっててゴーゴー君がのチーム君が曲げ出すと、こう自分を打った瞬間に画面をテレビの画面を切るんですよ。切ってほんでわってその山下がわって言うてる間にジャーッとこうほんで取れませんよね。ほんでこうボール落ちてる間二塁回って三塁回って、ほんでホームランぐらいの時にスッてつけるんです。ほんで点数入るでしょ。それで喜んでるんです。ほんまに喜んでるんです。よっしゃーってどんだけ巻き付けやがるかっていう話ですね。ほんまに怒りますよね。なんだよ、まあでもその怒るっちゅうのもまたやみたいな。お前そんなんで嬉しいかって。でもほんま喜んでるんです。国くん、19年間お疲れ様でした。必ずユニフォーム姿、今度は監督さんとしてですね、またテレビで、で球場へでも見れるのを楽しみにしてますんで、ぜひこれからも頑張ってください。はい、中野に伊藤さんから教えていただいた事件2つなんですが、はい、言い訳を聞きましょう、ね、まず最初のスキー事件から聞きましょう、はい、言い訳をどうぞ。スキー事件は人生初めてのスキーだったんですよ、高校2年生の時もね。だから予想以上に面白すぎたんです。スキーが
でも今言ったように滑れなくて、はい、もう腹立って、はい、もうでもやるとしたら自由の時間しかないでしょ、はい、だから自主トレした自主トレ先生がやっちゃいけないっていうのに自主トレしたもう一つのここで笑いましたねテレビゲーム事件これはまだ優しく言ってくれます実はあの負けた瞬間あるじゃないですか、はい、フライトが上がって、はい、その時リセットしましたやり直しノーゲームってことね負けてないですからずるいな優しいですよ何さんこんな話はありますけど実際はしませんよね、でもねやる気持ちは分かる気持ちは分かりますけどね実際はしないとにかく負けず嫌いだったというだからこそ偉大なプレイヤーになったというふうに言えるとよく分かりましたね僕たちは国久保選手を目指して頑張っていますジギリガンオープン久保さん、成林の野球部の後輩の皆さん、はい、一言お願いします。いやちょっと最近ね、あんまり勝ててないんですよ。もっと練習してくださいもっと練習してください。はい、頑張りましょう、はい、さあ、ここでですね、番組から久保さんにプレゼントがあるんですけども、はい、これをちょっと開けてみていただきたいんですが、どうですか。おおですこれうーわ来た。これね、国母さんの引退に際しまして番組で何か記念になるものはないかと作れないかということを考えまして、はい、国母さんの決定的瞬間を記録した国母ひろきメモリアルボードを作りました。はい、たくさんある決定的瞬間の中から4つを厳選しまして4種類作りました。それぞれ限定ホームラン数にちなんで413個制作いたします。皆様からの予約、皆様からはですね予約をいただいて販売させていただきたいと思います。さあご紹介していきましょう。 A タイプ、大型、今年の2打席連続ホームランですね。こちら価格は税込み2万1000円となっております。そして B タイプ、去年の405号ホームラン、価格は税込み1万4700円です。そして C タイプは今年の2000本安打、こちらは価格税込み1万4700円となっています。最後に D タイプは引退セレモニー、価格は税込み1万4700円です。こちら4種類をですね国母さんの生涯ホームラン数と同じ413個制作いたします。シリアルナンバーをつけまして皆様にお届けいたしますよ。4種類の中から1つお選びの上、お電話それから RKB のホームページからぜひご予約をしていただきたいと思います。